もうやばいやばい、誰か来たわ、挨拶しなくちゃ。ジェス、おい。ジェシカ、こっちよ。ねえ、あんたたち変な発作でも起こしちゃったわけ？ここに閉じ込められたんだよ。ここから出してくれない？ねえ、お願い。ああ、やっと助かった。死ぬかと思ったよ。あと10分経ってたら自分の足食ってたかも。もうクリス黙って。見てよ、ほら美味しそうだろ。ここも全部筋肉だ。ああそうだよね。ほい、ちょっとクリス。サムを見習っただけ。他人のプライバシーを置かずにして思う存分楽しむんだ。調子に乗らないで。これはびっくり。誰かさんが僕たちの親友でありクラス委員長のマイク・モンローに恋してるみたいだぜ。クリス、そして我らがジェスは果たしてどんな妄想を思い描いてるのでしょう。続きは。返してよこのバカ。僕のモットーはバカして死ぬ。あんたって最低。人のことクンクン嗅ぎ回るのはやめた方がいいんじゃない？嫌な感じ。ああ、しないようにはしてるよ、普通に。ねえジェス、いいじゃん、秘密ばらさないから。まあいいか、どうせバレるんだろうし。まあいいから、さっさとロッジに向かおうよ。そろそろ自然にも飽きてきたし。ああ、先に行ってて。他に誰か来るか、ここで少し待ってみる。マイクのこと？え？別に、その、誰でも。それじゃ、サム。この景色見た？ほんと綺麗じゃない？時々こうやって眺めることを忘れちゃうんだよね。本当になんでケーブルカー降りてすぐのところに立てなかったのかな。それだと見た目が悪いんじゃない？多分ここベルボーイもいないじゃないのよ。ああ、寒気がする。あと少しだ。そうじゃなくて不気味だってこと？ああ、まあね。またここでみんなと会うなんて変な感じ。いつものパーティーとは違うだろうな。だろ？今回は。ああ！何なの？面白い。マイク、お前らの驚いた顔見せてやりたかったね。危うく一発食らわすとこだったじゃないか。いいね。あんたほんと最低。なあ、おい、俺たち友達だろ。暴力は抜きにして楽しもうぜ。森ん中なんだし、気味悪いし、どうせなら雰囲気楽しめばいいだろ。楽しむですって？本気？おかしいんじゃない？テンション上げようとしただけじゃん。プリプリすんな。何よ？その態度だよ、いつも喧嘩腰なんだから。マイク、みんなのためにも俺たちいい加減はっきりさせようぜ。ああ、俺たち三人の関係複雑だけど、それをちゃんと認めて過去に流そう。いいな。マット、わかったよ。あ、賛成だ。よし、解決。解決。仲直りのキスはしないの？ああ、やだ、もう忘れてた。ああやだね。俺は向こうにあるケーブルカーを調べてくる。ああ、後で。じゃあな。オッケー。あーばよ。あ、そうだ。何？ねえ、これ上まで持ってってくれる？バッグを？バッグ全部。ああ、なんで？サムに会いたいの。
いいけど。ごめん、今すぐサムに会わないと。着く前に話さなきゃいけないことがあったのを忘れてたの。後でじゃダメなの？もう着くし。大事なことなの、マット、お願い。わかった、いいよ。そんなに大事なことなら荷物運んでやるよ。一つ貸しができたね。なんですって？じゃあチャラってことで。考えとく。気をつけろよ。上で待っててね。ありがとう。ちょっとなんだか親密になっちゃってる。全然友達って感じじゃないよね。衝撃の別れは期限付きってやつかな。あー、嘘、もうちょっと。ごめん、悪かったよ。ビビらせるつもりはなかったんだ。何よ、もうちょっとビビっては。欲しかったけど、まさかマジで怖がるとはね。もうひどい、ひどすぎる。ごめん、本当にごめん。いいの、もう平気。何見てんの？面白いもの見つけた？あ、見せてよ。その…あ、ダメ、それ壊れちゃってるし、面白いものもないし。え？そう？クマがキツネを食ってるとことか絶対見れるって。見るだけ無駄。なんか覗いてたら頭痛がしたし、そのほら、ダメ。そうか、まあ君が言うなら。よくもやったわね。手を挙げて降参しろ。お前は包囲されている。私には逆らえません。たくましい兵隊さんに身を委ねるしか、私のようなか弱い女には選択肢が残されていないのですわ。おい、やってくれるじゃないかよ。チン。くそ、もっと頑張らないとね。どこに隠れてるんだい、おちびちゃん。隠れてられないよ、全部お見通しだから。どうしよう。おい、ジェス、どうすんだよ。分かってる、分かってる。鳥さん、かわいそうなことしちゃった。残酷だな、ジェス。狙ったわけじゃないの。そうでしょ。マイク、捕まえた。終わり、逃げられないぜ。
じゃあ私の負け。どうだかな。ねえ、分かってるんでしょ。そうか。これで私の勝ちってことね。相手として不足ない、雪玉の女王様。なんかちょっとやらしい響きじゃない。陛下、そっか、よし、待ってろよ。何を待つの。そうだな、一つ考えがあるんだけど。何。もう少し待ってもらうよ。今の何。俺も聞こえた。なんだジェス、危ない。何なの今のは。マジヤバかった。ボディーガードがいてくれて本当よかった。だな。呼び放題のボディーガード。しかもセクシー。舌を引っ込めてロッジに戻ろう、イケメン君。